フォーバワーと代理人レイチェル、言い訳のお気持ち表明する。バワーのコメント。誰かを怒らせるつもりはなかった。アメリカでは不公平な理由で投獄されたと報告されており、私は彼の家族を知っているので、彼を家に迎え入れました。バウアーの代理人であるレイチェルの霊の件についての言い分。アメリカでは彼は不当な理由で投獄されたと伝えられている。またトレバーは彼の家族と面識があったため、迎え入れるようなメッセージを送った。ひどく悲劇的な事故だったが、日本とアメリカで明らかに報道が違う。何が言いたいんや、こいつ自分たちは悪くないって言いたいんか。何言うとんねんこのババア。素直にごめんなさいしとけばな。YouTube では事故起こしたやつ批判してる英語コメント結構見たが。だからなんなん。全部わかった上でやったんなら日本人を差別してるってだけになるんじゃないの。バウアーは悪くないってか。はいはい。アメリカでも日本でも嫌われたらあと中東リーグしか大金出して引き取ってくれるところないやろ。知らんけど病気で気を失ってたら人引いても無罪なんて法律あるの。こいつらのこと、一瞬で嫌いになった。それなら知った今の意見を言え。二人引き殺しておいて不当な逮捕ってどう報道すればそうなるんや。アメリカで嫌われる原因が分かった。何でもかんでも首を突っ込む。代理人が火消し役とかわろた。なおソフトバンクが獲得するからノーダメの模様。今しめ倍許さん倍。もうアメリカの独立リーグででも投げたらええやん、二度と日本ってプレイすんな。もともとヤバいやつだって分かりきってたやん。今更すぎるわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。